もうこの霊性感の目的っていうのは、特にこの室内に関して言えば、目標に対して正しく立てるっていう、それのこうなんていうかな、確認作業する場所って言っても過言じゃないね。だから例えばいくらいいアドレスを取ったって、それが OB に向いてたら意味ないじゃない。うん、でやっぱり上手な人っていうのは後ろ、まあその人間、そのプレイヤーの後ろに立ってみれば、その選手がどこ向いてるか、どこに打とうとしてるか、どんな球を打とうとしてるかすぐ分かる。だからやっぱり目標にいかに正しく立つかっていうことを、ここでもう徹底的に身につける、そういう場所なんだよね。木目に沿って一つ立つようにする、うん、例えば目標に対してまっすぐ立ちます。まっすぐ立つけど、例えば球の位置がここに来てしまうと、そうするとやっぱクラブっていうのは円軌道で動くから、当然左側に入ってくるときにヒットするから、球の出だしも変わるし、ロフトも変わるし、うん、その自分の打ちたい方向とヒッティングポイントが合わない、うん、じゃあこれ右に来てもそう、同じことが起こる。だからまあ目地があるよね。この目地が一つラインに対してスクエアに立つ、それからこの白い線がボールポジション、ボールポジションを正しいポジションに持ってくるために、その、ね、左足かかとだったらかかと、このポジションに持ってくる。そしてスタンスの幅、うん、それから若干クローズなのか若干オープンなのか、うん、それもこの目地ですぐ分かる。これが若干オープンになるし、これがスクエアになるし、完全スクエアになるし、これがちょっとほんの少しだけクローズになってくる。そういうチェックもできる。正しいポジションを作ってスイングを指導してヒットすると、これがまあこの線の大切さっていうのかな、線、ラインの大切さ。でこういうのを永遠とやるわけよ。永遠と、もう本当に時間をかけて、たくさんのボールはもう打てないから、年齢的にもね。だから時間をかけて、何時間も、2時間も3時間も時間をかけて、丁寧にこのオートマチックに、もう自然にボールのポジションとラインとが揃うように。ただこれゴルフ場に行くとまたちょっと景色があるんで、景色もあるし、ティーグラウンドってまっすぐ向いてないとこもある、うん、あるいは傾斜が若干あるとこ、だからゴルフ場に行く場合にはこんなに簡単にはできないわけ、うん、言い換えれば字を習うときに点線でこうなぞれるやつがあるじゃない。あれって綺麗な字書けるよね、点線があるから。この点線、下地の点線通り書けば字がきれいに書ける。ゴルフ場っていうのはその下地が、点線がない状態だから、うん、ま、もろに自分のその字体が出ちゃうわけ だ。これはもう本当に下に点線がある、あの文字を書く練習。スイングをチェックすることって一体何なんだって、目の動きを見なきゃいけない。ここからなんだ。アマチュアの人が絶対にミスしていることがスイングで、キーポイント一つだけ教えたい。